ロンドン地下鉄2009系電車は2009年7月から2011年6月にかけて8両47編成合計376両が営業運転に投入されたロンドン地下鉄ビクトリア専用の電車であるロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属するビクトリア線近代化計画の一環として 信号システム自動運転装置の更新と合わせて、ボンバルディアトランスポーテーションが一括して受注し、同社のモビアと呼ばれる地下鉄用車両シリーズの一種である。2009系電車は、ボンバルディアとメトロネットと呼ばれるロンドン地下鉄運営会社の一つとの間で結ばれた、ビクトリア線と半地表各線の ATO、信号システム更新を含む34億ポンドの 契約の一部である。部品交換を含む車両保守もボンバルディアが受注し、ビクトリア線、ノーザンバーランドパーク車両基地で保守作業が行われている。ビクトリア線で運用されていた1967型電車に対して最高速度、加減速性能を向上させることで、運転時間を16%短縮、その分増発が可能となり、 ピーク時には1967型時代より6本多い43本の列車が運転される。ビクトリア1000の車両限界がロンドン地下鉄の他のシールドトンネル各線よりもやや大きいことを活用し、2009系電車の車体幅は1967型電車よりも40ミリメートル広くなっているが、この拡幅により2009系電車を他の路線に転用することはできなくなっている。 ボンバルディアのフィックスと呼ばれる技術により、車体外壁が薄くなり、全幅の拡大と合わせて、客室面積が拡大されている。冷房装置は搭載されていない。本文中の車両形式略号などは、ロンドン地下鉄の車両形式及び、車両番号の付与方法を参照のこと。ボンバルディアのモビアシリーズの一種とされているが、ロンドン地下鉄の特殊な車両限界に対応するため、 扉配置などの外観には独自色が現れている。側面は片側4扉、内中央部2箇所が両開き、車端部2箇所が片開き、すべての扉が外吊り式である。ロンドン地下鉄の1935系電車以降の小断面車両各形式に見られる、この扉配置は床面高さを下げるために台車上部が台枠内に入り込む構造上。 強度が落ちる開口部を台車直上に配置しないためのものである。戦闘車はドア1カ所分を運転台としているため3扉である。ビクトリア1000のほとんどの駅のプラットホームが進行方向右側にあるため、ロンドン地下鉄の他車両と異なり運転席は車両右側に設けられた。1967型電車では乗務員室には扉がなく、 乗務員室への出入りは客室を経由していたが、2009系電車の乗務員室には扉が設けられた。車体側面中央部窓上に LED 式行き先表示装置が設けられた。塗装は他のロンドン地下鉄各車両と同じく白を基調とし、車体下部が青、客用ドアと前面部が赤とされている。 LED 式行き先表示装置量産車の内装2009系車内の LED 式旅客案内表示装置座席定員は編成あたり288人で立席は576人相当とされており1967型より19%増加乗降の容易化のためドア幅も広げられたロンドン地下鉄の車両として 初めて日本の交通バリアフリー法に相当する英国の鉄道車両のアクセスに関する法律の適用を受けており、跳ね上げ式椅子を備えた多目的スペース、車椅子、ベビーカー用、スペース、車椅子での乗降用以下のため車両中心からずらして設置されたスタンションポールなど移動制約者に配慮した装備が設けられた。CCTV、LED 式旅客案内装置、 自動放送装置が備えられたほか、車輪系に関わらず、車両前高を一定に保つ装置が搭載された。制御装置は、ボンバルディア製エレクトロスターのものを改良したものとされている。当初は予定された、加速性能を確保するため1992系、電車同様全車電動車とする計画だったが、75%を同軸とすれば十分であるとされ、約1000万ポンド、 総プロジェクト費用の3.5%相当が削減された。ブレーキ制御システムは各種条件を加味して最適な制動力が得られるとされるクノールブレムゼ制 EP2002 が採用された。ロンドン地下鉄の他車両と異なり、戦闘部の電気連結器は省略され、密着連結器のみが設けられた。ロンドン地下鉄で初めてドアの開閉が電気式とされた。 2009系電車側面図各編成は、制御電動車、付随車中間電動車、簡易運転台付け中間電動車の4両1ユニットを、背中合わせに組み合わせた8両編成で構成される。2009系電車の番号体系は、下表の通り、北向きが ADM で、南向きが DDM となる。A ユニットの下一桁は奇数のみ、D ユニットの下一桁は偶数のみで、 ユニットを組む車両の下3桁の番号は同一である。2009系電車の設計は2004年9月に完了し、2編成の量産先行車の製造が2006年中頃の完成を予定し、2005年1月に開始された。2006年2月3日にメトロネットが性的試験用の先行生産車が完成したことを発表した。 2006年7月21日から8月4日まで車両モックアップがユーストンスクエア駅近くで一般公開され続いて実用試験に用いられた2006年9月からボンバルディアのリチャーチレ霊ン工場の試験設備での試験が開始された2006年末までには実車がビクトリア線に搬入され夜間試験が開始される契約だったが 実際の試験開始は2007年5月となった。この夜間試験の間に乗務員と保守作業員の習熟が合わせて行われた。2編成目の先行生産者も夜間試験の後2008年7月から試験的営業運転を開始する予定だったが、2回の延期の末2009年7月に試験的営業運転が開始された。 最初の営業列車は2009年7月21日、ノーザンバーランドパーク車両基地を23時に発車、23時55分セブンシスターズ駅発、ブリックストン駅行きとして運転された。2009年末に本格的生産が始まり、2010年2月から2週間に1編成の割合で新車が投入された。2011年の半ばには1967、 型電車全車を置き換えるのに、十分な数の2009系電車が揃い、2011年6月30日2967、型電車は定期運用から外された。以下の外部リンクは全て英語。